はい今回はですね朝倉海選手とですね佐々木浦佳選手の試合がですね今度来陣でありますのでですねその試合のですね予想をさせていただきます。はいで僕はですねもともと総合格闘技シュート世界にですねブラジリアン柔術もですねアジア大会で優勝していてい黒帯なんですけど。はいでですね 今回のね、試合、まあ、たまにですね、桜井ッハ選手ともですね、マッハチャンネルの方でですね、一緒にですね、この間もですね、那須川天心選手のね、来、え、陣、ー、での決勝の試合とかも解説させてもらってますんでですね、ぜひね、そちらの方もね、見ていただけると良いかなと思います。はい、でですね、今回ね、これも非常に面白いですよね、朝倉選手もですね、この間堀内選手にですね、まあ、KO 勝ちしてですね、非常に勢いに乗ってますんでですね、このままですね、元 UFC ファイターでもあるですね、 あの佐々木選手に勢いにねこれ勝てるかどうかってう本当にね面白いところだと思うんですけどあのまあこれ、僕ね結論言うとねね朝倉選手普通に勝つと思いますねはいこれどういうことかっていうとですねやっぱりね格闘技っていうのはですねねの戦いっていうのは間合いが非常に重要なわけですよ。で、朝倉選手がね言及しててよく分かってんなと思ったのは佐々木選手どう感じますかって言ったら寝技強いけどただそれだけだって。 まあ本当その通りだと思います。はい。これねどういうことかというと戦いではですねこの距離が非常に重要でねこの戦争とか近代兵器を用いた戦いの中であってもですね昔の戦国の時代でもあでもね大事なのはね距離なんですね間合いなんですね。はい。これどういうことかというとですねあのー、まあ、簡単に言っちゃうと今で言うとこういうピストルじゃないかライフルかのスナイパーとですねナイフの達人と戦ったらどっちが勝つと思いますかという話なんですよ。はい。 これ容易に想像でできるわけですねもうこっちではねもう本当言うと1キロ離れたとこからも正確に一発で射抜く超スナイパーとですねナイフの達人ということなんですね。と、はい、いうのが分かりやすいかなと思うんですよ。で朝倉選手はですね今までの試合見てもらっても分かると思うんですけどあの誰とやってもやっぱり同じ戦い方だと思うんですね。はい、遠いところからあのー 打撃を打っていくと、はいいうことだと思うんですね。で佐々木選手に対してもね、やっぱり同じ戦法を取っていくわけですね。はい。でやっぱりこのね総合格闘技 UFC なんか始まったのはね、やっぱり最初にあのー、ホイスですね、ホイスグレイシーが出てきてですね、圧倒的に勝ってねみんな驚いたんですけど、でも今グレイシーどこにもいないですよね。はい。これなぜかっていう理由はですね、やっぱり結局間合いの問題なわけですよ。で結局戦いっていうのはこの 遠いところからです、ね、あのー、まず打撃から始まるわけですよ。で打撃で競り勝ってで組んでいくんであればいい組み方になってで寝技に持ち込んでっていう話になってくんですけどだから打撃から始まるんですね。はい、組手から始まそれでいくとねグレーシーは打撃に強いわけじゃないから。 結局最終局面の寝技では強いかもしれないけどそこまで持っていけないってことが,が起きてるわけですよ。はい、だから今グレイシーは総合の世界にいないしなぜいないかというと勝てててななないいから出てこないってこっとなんですね、はい、でそれでいくとやっぱりね朝倉選手は本当に自分の体の形状とかね勝ち方っていうか戦い方ってよく知っていてねで、あのー、結局組手から始まるじゃ組手って何ですかっていうとですね 打撃なんですねね総合合格闘技の場合はねだから例えば柔道とかレスリングにしてもですねあのまあも僕樋口道場というレスリングの名門道場にいたんですけど柔道であってもレスリングであってもですね一番強いファクターは何ですかって聞いたらですね絶対組手って答えますよどんな偉い先生もはいなぜかというといい組手にならなければどんなすごい 柔道でいったらねもうダイナマイト級の背負い投げ持っている方が一本背持っているようがですねその組み手にならなければですねその技に入れないわけですよ。と、はい、いうことなんですねだから昔古賀俊彦っていうねもう不正室の柔道家がいましたけどねものすごい期待を背負って出たらねあのオリンピックね3回戦で負けたんですねこれなぜかというと古賀俊彦を研究し尽くしていてその組み手にさせなかった。 ということなんですよだから結局その技をかけれないから小賀俊彦はね本当ね無名の選手に負けたんですね研究しつくしてたってことなんですよだからこの朝倉選手はやっぱり組手で勝つっていう絶対的な有利なものを持っているんでその戦い方を佐々木選手にも当然してきますねはい。でそうすると佐々木選手はそこまでの,なんてうの打撃力とかリーチとかですね身長とかも含めて あのやっぱり朝倉選手と比べると劣ってるんでそうするとその寝技まで持ち込むためのいい形いい組手になれないんじゃないかなと思うんですねで1回か2回はなれる最大で多分ね2回ぐらいはそのチャンスがあるかもしれないでその時に一気に持っていけるかどうかここが起点だと思いますねここ一気に決めまで持っていければ勝てるけどそうでなければ難しいってことですねはい。 でやっぱりその朝倉選手いいのはね非常にその打撃の質ですね質であのー、運動っていうのはですね運動力学的に言うとですね絶対にこのてこの原理っていうのがあ,あるからこれが長い方が絶対有利に決まってますよねじゃここをポコンポコンって叩きますこの長さが 1m のと 2m のとどっちがいいかと同じ力で言ったらですね 長い方がががテコかかかるるら倍パワーが倍になるわけですよ、はい、だから例えばレスリングのチャンピオンとかって言ったらずんぐりむっくりしたような体の冷蔵庫みたいな体の人かなってイメージがあるかもしれないけど今のレスリングのチャンピオン柔道のチャンピオンまあ柔道は分かんないけどレスリングのチャンピオン全員高身長手足が長いこれはなぜかというと、あのー、有利にテコを使えるからってことなんですよ。はい だからあの朝倉選手はね非常にこう身長が高いしリーチも長いからねそのてこがやっぱり有利に使えるというね非常に有利な点があるなと思いますねはいであとその打撃の質っていうのがあるんですねこれはねその人のイメージというか生まれ持ったものっていうのが非常に強いのかなと思うんですけどまあ大山摩擦っていうですね極真からで作った人がね言ったのはねまあ無知無知の打撃か斧の打撃かっていう言い方をしたんですけどね。はい だからこうやってもしなるその手足の長さとかなんとかじゃなくてこうし,しなるような無鞭みたいなパン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 っていうイメージの打撃とねそうズドーンズドーンっていうのとね2種類あると思うんですけどねまあそういってまあどっちかっていうとこう鞭あれだけの高身長でリーチもありながら強い打撃だと思うんですね僕のイメージだとこう槍みたいなイメージ槍みたいな打撃ちゃんと効かして効かして打,打てる効かせてガーンガーンってね はい、っていうのが飛んでくるのとあとリーチですねあの数値的に言っても見た目的に言っても背とか手足が長いけど僕はそれ以上の,その体感的なリーチっていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。でこれどういうことかっていうとこれもね多分ね僕の経験上持って生まれたもんですけどこう肩を入れてね肩を入れて、あのー、打つってねよく教えるんですけどグッとね。 でこれはねやっぱね教えてできるものでもないって感じますねはいで教えたらできたっていう人もあんまりいないしやっぱりできる人はね結構最初からできるこうグッてねなんかこう肩入れて伸びるんですねあそうパンチが伸びるっていう言い方しますね野球だとこうボールがこう伸びるっていう言い方するけどねはいだからパンチがねグインでねこう伸びるんですよねあれは 数値では測れないリーチ差っていうのが朝、ね、倉選手にありますねだからこれ戦った人しかわからないと思うんですけど戦った人だけが感じるこのなんかパンチがねグインってそこからさらに5センチくらい伸びてくるようなね体感があるんじゃないかなと思うんですよねだからこれがね非常にね戦う方からするとやりづらいことではあるなと思いますねはい。 であとね、そのあんまりね、ちょっと佐々木選手に対して、あんまり有利なことはあんまり言わないんですけど、言ってないんですけど、あとね、結局ね、決める方はね、決める方はですね、結局、決め、ここだあの、簡単に言うとね、決めるっていうのはものすごい疲れるんですよ、関節を決めるっていうことは、一言言言っちゃうとね、力なんですよ、はい、タイミングで決めるっていうのは非常に難しくて、力で決めるんですね。だって、相手だってもう死に物ぐいですよ。 決めらられたらね自分の体ぶっ壊されちゃうからぶっ壊されちゃいますからねそれに対してもう死に物狂いで向こう抵抗してくるわけなんでそれをねガー決めるわけなんでそうするとねものすごいスタミナ使うんですよパワー使うんですよで何が言いたいかというと決めれればいいんだけど決めれなかったらヘロヘロなんですよ決めれなかった方はで決めっていうのは決めなければノーダメージなんですよ。 だからですね、決め行くときはここだっていうときだけ決めいくんですよ、どんな関節技の達人だろう毎回毎回全部で取りいってるわけじゃないんですね。だから、もし、その多分ね、2回とか3回、最高で3回だろうな、佐々木選手がテイクダウンして、決めの形までいける、まあ2回ぐらいだろうなときに。 ガーッと取り入って取れるかかどうかで取れなかった時はまたリセットだからまたスタンドから始まってまたこの組手争いから始まってですねその決めのいい形まで持っていくっていうのはですねなかなか大変だろうなということでね結論から言うと僕はね朝倉選手が普通に勝つだろうなっていうねのがあるんですね。でもしじゃあね僕朝倉選手にですねじゃあ攻略する。 朝倉選手どうやって攻略するかって言ったらねやっぱ蹴りですねはいこれはもう対朝倉用に練習していくでなぜかっていうと向こうはその距離によって勝ってるわけだからそれでこうパンチ基本的にパンチでくるんですよで朝倉選手のねあのいいところはですねやりづらいところはねあの基本的にその利かすパンチは左フックと右のこう被せるようなロングフックゴーンって打ってくるわけですけどあれはね パンンチではカウンター取れない、はい、だからまあどんどん来るわけですよ、はいでこ。こうやって打ってくる人に対してパンチでねカウンター取れないわけですね。こう,こうバーンとくる時にね。でもね蹴りだったらねいけるわけですよ蹴り。そうするとこうなかなか崩せないから向こうのなんとかリズムも狂ってくるんでね、はい。だからね蹴りをつ ガンガン使える人が出てきたら。朝倉選手もですね。非常にやりづらいだろうなと思います。だから、佐々木選手はそこがね。僕は勝つ要因でもあるかなと思いますね。だから今アメリカで習ってる先生がいると思うんですけど、まあそこはムエタイの先生だから、その佐々木選手にそのムエタイですね。ムエタイムエタイっていうのは膝蹴りがどうとか。首相撲がどうとかじゃなくて、そのムエタイっていう概念があるんで、セルフディフェンスというかね。そう。 あの蹴りでですねその本当にセルフディフェンス的な考えなんですね、ムエタイっていうのはね、そうだから負けないっていうんですかね。はい,っていうことを佐々木選手が、ですね、まあ、そんな僕が今言ったようなことはもう全部分かってるからわかっ、その上でどうやって勝つかって言ったら、やっぱり僕はムエタイを使ってくるんだろうなって、だからそこに勝機もあるし、それが本当にワークしたらね、そのムエタイがワークしたら非常に面白い。 し佐々木選手が勝つんじゃなないかなと思います、ねはい、でまあもう一つ言うとね朝倉選手の非常にいいところはね勇気ですね勇気があるだからこうもうガン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 出てくるあのマネルケープでやった時も1ラウンドねかなり効かされてね1ラウンドですでに瀕死の状態でしたけどであそこで下がったり攻めるのやめるかって言ったらそれはなくてやっぱバン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 出てくるだからあれは本当に勇気っていうのは非常に武器ですよねはい。で あのまあ今ねいろいろお話ししたんですけど総合格闘技がね非常に面白い点はですね攻撃の幅が広いわけですよパンチもキックも投げもね技もあるというねだからこれはねあの言ったらね弱者でも勝てるスポーツなんですねはいで限定されれば限定されるほど物事っていうのはその才能がものを言うようになってくるわけですねだからもうボクシングは ね、言ったらねここのナックルの部分だけを体の上半身の前面だけに当ててそれを避けて当てるってもうこれ完全に、ね、才能のスポーツなんですよね、はあ、だけどじゃあそれできたらじゃあなんか組んでやろうとか蹴ってやろうとかですねいうふうに総合格闘技はね本当に幅広く技術が使えることによってその戦略戦術頭脳を使ってですね弱者でも勝てるっていう本当に面白いところがあるんで。 まあそういうところをねまた見ていただくとね非常に今回の試合ね面白いんじゃないかなと思いますはいあの朝、ー、倉選手佐々木選手のね来陣での試合ね、えー、予想をさせていただきましたそれではまたね実際の試合ね、あのー、楽しみに、えー、一緒に見ますあのー、見てねはいでまたその後あの試合の解説ね あの予想どうなるかわからないですけどね。またさせていただきます。はい、では最後までね。聞いていただいてありがとうございました。